ビチュニア属州の一ビチュニアは歴史的地名で古代にはビチュニア王国共和制ローマの時代に属州が存在した。小アジアの北西にあたり、マルマラ海、トラキア、ボスポラス海峡及び国海に接する。ビチュニアの領域の多くは山と森林で占められ谷間や沿岸地帯には大変肥沃な土地もあった。最高峰は通称ミュシアのオリンポスと呼ばれる。 ブルサにそびえる山があり、113キロメートル離れたイスタンブールからも見ることができる。この山頂は一年中のほとんどの季節で雪に覆われている。当時のプロポンティス海沿岸は、肥沃な地域でニコメディア、カルケドン、キオス、アパメアなど大きな都市があった。キリスト教のニカイア信条が定められたことで有名なニカイアもビジュニアの一都市である。 ビチュニアの位置を示す15世紀の地図ビチュニアの東はパフラゴニアと接していた。国境の位置は古代ローマの歴史家ストラボンによるとサンガリウス側とされるがそうではなくてパルセニウス側だという考えがより一般的である。南側はフリギア、エピクテトス、ガラティアと隣接していた。西部は丘陵地で森林に覆われておりボスポラス海峡まで広がる。 南西の国境はリンダクス川でミュシアと接していた。西海岸には二つの深い入り江があった。一つは黒海に近い北側のイズミット湾で、黒海とは幅4 0トルほどの地境を挟んでおり、内陸に65から8 0トル入り込んでニコメディアに達している。もう一つはムダンヤ湾で深さ4 0トルでキオスに達しており、 キオスから谷を遡ると、二階屋がある、伊ズニクコまで行くことができた。主要河川としては、南から北に流れるサンガリウス川、リンダクス川、およびビラエウス川がある。ビラエウス川は1 5 0トル以上の長さがあり、海から8 0トル離れたアラダグを起点とし、ビシニオン・クラウリオポリスを通り、ヘラクレア・ポンティカから北東に6 0トル余り、離れた古代。 ティウムにに近いところで国に注ぎ込む東の国境となるパンセニウス川は、これらに比べるとかなり小さい川だった。国海につながる谷間はオレンジをはじめあらゆる種類の果物に富み、サンガリウス盆地やブルサとニカヤ周辺の平野は肥沃でよく開墾されていた。大規模なクワ畑があって、ブルサではそれをもとに養蚕して多くの絹を製造しており、それが、 伝統的に沈重されていた。古代の著述家たちによると、トラキア人が移住して、ビチュニア人となった。同じトラキア人を祖先とする、ビテュニ族とティニ族が、同時期に小アジアに移住してとなりあった領域を占領し、それまで住んでいた、ミシュア人、カウコネス人や他の小部族を追放したり征服したようである。先住部族としては、 北東部のマリアンディに人だけが残ったようだ。ティニ族とビキューニ族の勢力は、ヘロドトスによると横並びだったされているが、後にビキューニ族の名が、統治の地名になったことを考えると、ビキューニ族が勢力を広げたのだろう。彼らはクロイソス王によって、リディア王国に組み込まれ、後にリディア王国ごと、アケメネスアサ、ペルシアに支配されるようになった。 ペルシア支配下においては、ヘレスポントス海峡とボスポラス海峡までの国々は、フリニアの総督が統括した。バス王の時代にビチュニアは、独立を果たし、バス王とその息子ジポイテス一世は、マケドニア王国のアレクサンドロス三世による遠征に、対しても独立を維持したらしい。ジポイテス一世は、紀元前297年に王の称号を名乗った。 ジポイテス王の継承者となった息子がニコメデス一世で、彼はニコメディアを築いた。ニコメディアはすぐに繁栄したとになった。ニコメデス一世の後、プルシアス一世、プルシアス二世、そしてニコメデス二世の時代、ビチュニア王国はアナトリア半島の小王国の中ではかなり力を持つ王国として存在した。しかし、最後の王ニコメデス四世は、 ポントスをみ取りがテス6世に敗れた。後に、ローマの力を借りて、ビチュニア王国を再興したものの、ニコメデス4世は、死と共に、ビチュニアをローマに移存した、ローマの支配に入ってからのビチュニア属州の境界は、時によって変更されたが、隣り合うポントスと合わせて一つの属州とされていることが多かった。トラヤヌス帝の時代に、博物学者として知られるショープリニウスが、 ビチュニア属州の総督となったが、この時の出来事の記録は、ローマ帝国の属州行政を伝える貴重な資料となっている。東ローマ帝国の時代になると、ビチュニア属州は再び、サカリア川を境に二つに分割され、ビチュニアの名は、西側の属州名として残った。ビチュニア俗州は、北方のドナウ川国境と南東のユーフラテス川国境の中間という戦略上、 重要な場所に位置し、重要な街道も通っていたことから、ローマ帝国の中で大切な役割を担うことがあった。軍団はしばしばニコメディアで越冬した。最も重要な都市は、アレクサンドロス大王以後に築かれたニコメディアとニカヤで、どちらが州都だったのかは、議論が分かれている。それより、随分古い時代にギリシア人は、 ボスポラス海峡の入り口近くのコンスタンティノープルの対岸に当たる位置に、キオス、カルケドンなどの入植地を築き、ボスポラス海峡から2 0 0トルほど東に当たる国家沿岸にヘラクレア・ポンティカを築いた。これらの都市は商業が盛んとなった。このほかイズミットやスクタリなどは今日まで重要な都市として続いている。 ジポイテス一世紀元前328年、紀元前279年2個目です、ニコメデス一世紀元前279年、紀元前255年、ジポイテス二世紀元前279年、紀元前276年、エカゼタ紀元前255年、ジアイラス紀元前255年、 紀元前228年プルシアス1世紀元前228紀元前185年プルシアス2世紀元前185紀元前149年に目です2世紀元前149紀元前128年に目です3世紀元前128紀元前94年に目です4世紀元前94紀元前74年ありがとうございます